9月22日セリーグ順位まとめたでー。じゃあ、うおー、トラゴー、素晴らしいよ、優勝やー。よかった、V やねん、すげー。再起13勝目おめでとう。奇跡の逆転メイクアレンパールで、よく勝てたわ、ついに1ゲーム差。つまんねえ試合だったな。はい、終わり、菅野見とげだな。甲子園じゃ全く打てないの本当になんなの。優勝したような歓声やな。明日は勝てよまじ、ご神といい菅野のコートを見殺しといいシーズン最低クラスの試合だよ。いろんな意味で不快な試合だった。初回のバントで決まってたわ、勝てるわけないよ。もうゲーム差はないに等しい。一塁塁審にやられたな。ノーアウト満塁で得点できなかったのが痛かった。坂本やな、勝ったがねー。趣味ドラ強すぎくさ、ドラ4。今日のライデルは絶好調、ヤクルトと2ゲーム差、涌井さんに勝ちついた。立浪ブースト3連勝、タイミングブーストすごい。やめんのやめろやタッツ、立浪やめないでいい気がしてきたわ。立浪今年は違うって言ったでしょ。終わった、はい終了。同じパターンばかり。明日はこの野球しょうもな。中日にまた2対1の負け、森下何連敗や。今日は打線で負けました。森下は中後ならこんなもん、打てないのが悪い。今更加藤が負けようがどうでもよかった。得点チャンス何度もあったのにな。すっごい再開です。やる気なさすぎてくわ。省エネ野球やねー。高速3本だっこ、毎日しらける試合をありがとう。 1.5 差再開がため、オースティンに打たせちゃダメって言ってるでしょ。東京ヤクルトスワローズはオースティン選手の首位打者獲得を全力でサポートします。石原お疲れ様。石原は2軍ボロボロでハードル地面に埋まってたから、思ってたより10倍くらい良かった。勝ったでー。あっという間に終わった。目離してたら終わってた。4球でスリーアウト。連投重なったから省力投法だぜ。森原お疲れだから良かった。泣きそう。ヤク打線やる気ねえな。伊勢が良かった。桑原躍動の試合だった。森君も良かったな。先発が誰だか忘れたけど勝って良かった。ほんと B クラスには王者の野球するよな。疲れたな。今シーズンで一番運が良かった試合や。あざっす。菅野に勝つにはこれしかない。ほんのちょっとだけ後味悪い。巨人に助けられた。まあしかし菅野はヤバかった。認めざるを得んわ。今日は坂本隼人に感謝やね。どんでんのバクチ采配のおかげで意識に温存できたの地味にでかい。再起5点ぐらい取られててもおかしくなかったけど、わからんもんやな。実力で勝った感じが一切しない。3球決す。内容なんてどうでもええわ。勝ち切ったらいいんよ。明日絶対勝てよ。イライラするわ。明日勝つイメージがわかんな。初回の浅野のバント失敗。これで流れに乗れなかったな。そもそもありえないって浅野にバントとか。序盤にノーアウト満塁でスクイズしてでも取るべきだったな。甲子園の決勝みたいな試合だし、菅野に負けつく。菅野しか投げてないのに誰に負けつくんだよ。打たないベテランを使うなよ。チャンスで1点を取りに行かない阿部采配はどうなんだろうかと思うけどな。さすがに明日は坂本外すだろうなと思うだろ。おじ要素は中継ぎ陣休めたこと。本当に菅野だけが神。なぜ広島には強いのか。似たようなチームだから。ライデルのドラゴンズのユニフォーム姿もあとわずかの可能性も。合格倍。立浪楽しそうでくさ。広島戦楽しいわ。カープ打線が湿ってるのが事実にしても涌井の頑張りを素直に褒めたい。全く打たれる気しなかったな。広島相手にセーブ決めて、セーブ王も近づいたし、よかったよかった。悪いが、これが中日の強さなんて。すごいわ。チーム全体が立浪のためにと一致団結している。森下が QS なのがまあよかった。点の取られ方はひどかったけどね。頑張って投げたわ。森下9月だけで4連敗。もう打ち勝つしかないのに相澤起用優先とか。こりゃ来年は中日と立場逆転しそうじゃない。中日のが若手が台頭してるし、結局相手がミスしてくれんと点取れんしか点のよ。初期のがな、別に焦るような場面じゃなかったろ。劇的に勝っても次の日関係ないのなんなんこんま。腹立つね。上金のクソボールで三振が一番がっかりしたわ。ここのしか戦える打者いないな。まあベースには CS 行ってほしいからよしとする。ここから全敗したらさすがに高津も関連するやろ。横浜にもカモにされて情けない。今日のサンタナ全然やる気なかったな。高津の続投報道が出てトーンがだだ下がり。やる気ないな。本当に高津続投逆ブーストだったりして、負けてるのに大西出して、そりゃ告知されたら打たれるわ。こういう時こそ木沢だろ。長岡に支給ってめちゃくちゃ珍しいんじゃね。長岡も選べるようになったのかな。来年ファンクラブ継続するのやめるかな。明るい未来が何も言えない。吉野は石田に同様厳しいか。明日は森原伊勢は使えないか。ヒロイン桑原か嬉しいな。吉野は悪いなりに新石田と違って試合を壊しはしなかった点は評価。梶原守備で結果出してるけど明日は外してくれよ。吉野の8球連続ボールで始まって勝てるとはね。森が2割5分打ったのが一番の収穫だわな。守備はいまいち緩慢だが、森系とは打撃の何かを掴んだのだろう。伊勢がちょっと前からすると信じられんくらい良いな。おーおー、宝石のような伊勢。もうどこにも行くな。伊勢勝ちと確定したな。もう大丈夫だ。さすがのエース対決だった。あの1点で勝てるとはな。これ巨人の方がプレッシャーやろ。今日はどんでんも抑えとったな。菅野8回125球1失点で負けってきついやろな。本当に本シリーズみたいな緊張感の試合だった。悪くても0点に抑える再起。試合に勝って菅野に負けた感じや。この打線でなんで横浜にボロ勝ちしてんのよ巨人。絶対おかしいやろ。どんでんめっちゃ喜んでんじゃん。明日も勝たなきゃ意味なくなるんだよな。オフは投げんでいいからずっとバント練習や。もう内容より結果が全てや。どん点取られるまで再起に任せた。へえ、岡田監督偉く再起褒めてるにゃ。大事な試合で必ず試合作るサイト。大事な試合で必ず炎上する。あと6試合なら全勝も可能な気してくるな。明日負けても首位のままなのに余裕ないような野球すんなよ。え、中山を声使わないまま終わったの。先輩だけは避けよう。落ちれるのは菅野が大城でもいけるのが阿部でも分かったことぐらいか。菅野一緒や。投げて打っても1勝1敗でいけば御の字なんよ。明日は高橋遥人やぞ。高橋とフィリピンか。9割が高地やな。ファーストで使った俺のミスとか言われた方は一番の屈辱なのに。喉元過ぎないうちに切羽詰まって大城を一塁で使う阿部。スモールベースボールでも何でもいいから点取りに行けよ。打たせようがバントだろうが勝てばいいんだよ。明日は坂本使うか中山使うか楽しみだな。ここまで来たらどっちでも楽しめる。このひどい流れで明日勝てたら優勝できる。しかし高橋遥人怖がりすぎじゃないの。なんでそんなネガティブなん。久しぶりの優勝争いにこんなに終盤までもつれた優勝争いって10年くらいしてないよ。俺はワクワクしてるけどな。3日連続1点差ゲーム。立浪を3年連続再開監督にはさせないし、ドラゴンズとの試合だけ見たら広島が優勝ないし CS 争いしてるの。本当に意味がわからんな。広島は昨日いい勝ち方しても関係なかったな。突っ放たれた中日強すぎる。矢野は1人に22球だもんな。涌井奥田はなぜ矢野
もの、あれは気迫だ、必死さだ、粘りだ、執念だと評価されて、いつぞやのリュークは叩かれたのか、ゲセヌ12球はプロ野球新記録、村松攻守で大活躍やんけ。村松は数年はレギュラー安泰だな。不満だらけだが、なぜか活躍するうかい。涌井ヒロイン拒否、細川東海はどれだけ三振しても良いよ。まあうかいにはまだ実績ないけど、三振しちゃダメで潰れてほしくない。ホームのヒロインハラハラする、インタビュアーが適当すぎてや。村松は強打を超えたな。3年かけてスタメンが固定化されてきたやん。立浪が集めた選手ばっかりですごいわ。活気が暴走するといつも返球がストライク、対中2戦1点差し合いで3勝9敗。涌井に打たれたのが致命傷になってて笑った。小園の後ろに坂倉置くのやめてくれ。小園歩かされたら終わりやん。新井は坂倉の得点圏打率知らんの。 5.5 ゲーム下にいた阪神が 5.5 ゲーム上におる。9月頭らへんに阪神は眼中内はみたいなレスだらけやったよな。プロ野球はほんまどうなるかわからん。多分涌井に6回1失点に抑え込まれるのは広島だけ。引退する田島にも普通に抑え込まれると思う。何かペナント最終盤なのに相変わらず相澤はスタメンだし、いつものメンツでいつも通り淡々と負けていってるだけだな。来年は初期の処遇考え直せよ。林はもう見切られたの。先発涌井なのにスタメン落ち。新井使う場所がない。一方サンフレッチェは首位奪還。林が外野できたらな。末金本末期待できん。坂倉9月2割9分2厘2本3打点出塁率3割6分6厘 OPS 783得点圏7分1厘。なあ、なんで毎度ルーキーに試練を与えるんだ。石原かわいそうに。外人のダブル攻撃にやられる新人。サンタナとオスナに焼肉をおごってもらえよ。抑えたきゃ全部三振取れという、スワローズの先輩方からのありがたい教えやぞ。石原、これがプロの洗礼だぞ。大西は一昨日の7回に使わなかったり、今日もビハインドで使ったり、地味に扱い悪いね。ここまで来たらタイトル優先しろよ。高梨は抹消で来週石川にチャンスあげる感じかね。オースティンなんか支給祭りでいいくらいなのに、バカ正直に勝負して打たれてんじゃねえよ。青木浜スタラストは明日か。明日は小川か。高橋どこ行ったんだ。高橋は次の比較的得意な広島戦じゃない。で、西舘って DJ 手術だったの。前からそんな話だったっけ。なんかヤクルトだけ置いていかれてる。みんなが遠く感じるね。はは、趣味ドラとヤクルト相手だと、どんだけ雑な野球やっても勝つな。巨人もうち相手にそう思ってるよ。ツーラン先制されたんだよな。打線はよくやってくれた。しかし急に覚醒する選手ってのはいるもんだな。今の森の雰囲気は緊張とか内川とかに近いものを感じるわ。梶原直近34打席4安打四死球0。打率出塁率1割1分8厘。露骨にガス欠してきたし、ラストピース渡来必要だな。梶原と渡来では、守備力が、今日の勝ち投手ってなんだ、2イニング投げてるからか。心情的には神茶谷、先発がもうみんなショートスターターぐらいしか投げられない。3位浮上、中日さんさすがっす。チュミトラ3球、東は明日確実に勝てる。東には極力長いイニング投げてほしいわ。ネタ抜きで横浜が優勝の鍵握ってるな。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。